それでは連立一時方程式の解法ということで説明していきます。連立一時方程式は変数ベクトル X、係数行列 A、それから右辺のベクトル B を使って AX イコール B というふうに書くことができました。そして A チルダ d というのを拡大係数行列、このような拡大係数行列と置くわけですね。でまず、連立一時方程式の場合を考えます。 政治連立一時方程式というのは、政治というのは、英語でホモジニアスとい言うんですけれども、この B がゼロの場合ですね。B がゼロの場合は、A を簡約化するいいですね。この B はいらない。これゼロなので、行に関して基本を変形しても、この B はずっとゼロのままなので、もうゼロを書くだけ無駄ですから、いりません。ですから、この係数行列だけやればいいわけですね。で、最後の飛躍階段行列にするところも、この A だけを飛躍階段行列にしてやれば、 要するに右辺の、イコールの右側が全部ゼロですから、まあ、そこは全部無視してやればいいわけです。従って、この A を簡約化し、飛躍階段行列に変形するということになる。で、今度はですね、もう一つは非正時連立一時方程式ですね。これはもちろん B がノットゼロの場合なんですけれども、この場合は A チルダーが必要です。時々この A だけ飛躍階段行列にして、B はそのままして最後に B をくっつける人がいるんですけど、それはダメですね。 連立時方程式ですからも、こう足したり引いたりすると、当然、イコールの右側も足したり引いたりかけたりしなきゃいけないので、この A と B セットで、拡大係数行列のまま、飛躍階段行列に変形するんですけども、その時全体をする必要はないわけですね。まあ、あ基本的にはこの A、係数行列の部分を飛躍階段行列に変形すると。A の部分ですね。A の部分。はい。ということになります。 で、この時ですね、変数の数、変数の数というのは、係数行列の列,列の数ですけども、変数の数とランク A が等しい時ですね、この時は解は一つということになります。ですかね。パラメータが全く出てこないということですね。変数の数がランクよりも大きい時は解は不定でパラメータ表示となります。その時のパラメータに必要な数は、この変数の数からランク A を引いたものということです。注意としてですね、 まあ途中で何度か言ってきましたけれども、列に関する基本変形を混ぜないように注意してください。列に関する基本変形。まあ列を、二つの列を交換するぐらいだったらですね、まあ変数の順序を自分で変更して、まあ後で覚えておいて直すということもできますけれども、まあそういうことをやり出すと、まあ切りがないと言いますか、わけわからなくなる可能性、間違う可能性もありますので、まあとにかく列に関する基本変形は一切混ぜないという、混ぜるなき険。 というふうに、標語的に言っとくことにします。もう一つの注意点は、変形を途中でやめないということですね。変形を途中でやめないっていうのはどういうことかというと、方程式に戻した後に、二つの式を足したり引いたりするという操作が必要なもの、必要になってしまうということですね。まあ、ですから、例えば、まあ、飛躍階段行列ではないんだけれども、全体を、あのその行を、例えば、3で割れば、飛躍階段行列になるとかですね。まあ、そういうレベルであれば、まあ、あの、本質的に問題はないんですけれども、 ここでは一応原則としてですね、原則として変形は途中でやめず、必ず係数行列の部分を飛躍階段行列にするということですね。ピボットのところが基本ベクトルになってないと。基本ベクトル、もしくは基本ベクトルのスカラ場合になっていないという状態は、これは NG ですね。はい。ということで、非正時の場合ですね、拡大係数行列の飛躍階段行列の変形は係数行列の部分だけと、まあさっき言いましたけれども、これだけで良いということですね。 はい。それでは、連立一方程式の解法ということで、この例題をやってみましょう。はい。係数行列が次で与えられた政治ですね。政治連立一方程式の解を求めなさい。こういう問題ですね。この場合は、政治ですから、係数行列なので、この係数行列の列数がそのまま変数の数になります。したがって、変数ベクトルは5次元の数ベクトルですね。はい。それに注意して、この方程式をまずは解いてみてください。 それでは回答例を解説します。この A を基本変形すると、まあ、このようになるわけですけども、ここでですね、この3を使って2 2 2、2列目をですね、3を使って2列目を吐き出すわけですけども、上がこう1なので、分数が出てきちゃうので、1行目を3倍しておきます。はい。それでま、この0、3、5、9、-2 っていうのを使って、ここを吐き出しすると、まあ、ここが0で、ここが7で、ここは6で、5というふうにこういう風になるわけですね。 で、2行目は、ま、03、マイ5 9 2ということで、で、3行目、4行目は、ま、これすっかり同じものが出てきてますので、こう消えるわけですね。まあ、マイナスになってたけど、足したら0になる。ということで、これ5変数のランクが2ですから、パラメータは3つということになるわけですね。パラメータは3つです。はい。で、ここでですね、えー、っと、これ、ヒアカイ行列じゃないですよ、ということで、これ3で割ればいいんですけども、3で一応割っておきます。 はい。でえ、ここでですね、このパラメータを x3 を p と x2 を q と x3 を r とこう置くわけですけども、これ見るとですね、3分の7とか分数出てきてややこしいので、ここま x1 をですね、p ではなく 3p と置いちゃってます。はい。まあ、x2 は、あ、x、ごめんなさい、x3 ですね。x3 を 3p。パラメータどこを置くかというと1、ピボットの列が1列目と2列目ですから、3、4、5。 x3, x4, x5 パラメータに置くんですけども、x3 は 3p と。x4 はもうここ整数ですから、p9 と。で、x5 はまたこれ 3r というふうに置いています。そうすると、p が3,9が1、あ、ごめんなさい、x3 が 3p、x4 が9、x5 が 3r というふうに置いてやると、そうするとこのようにまず一応整数で書くことができます。 はい。まあ、パラメータ適宜ですね。あの、PQR だけじゃなくて 2P とか 3P とか置いても別に、えー、PQR が動けば 2P も 3P も全部動きますので、えー、全く不都合はありませんので、まあ、あの、臨機応変にパラメータを置いてください。まあ、あの、飛躍階段行列、あとこういう3分の1をやすれば飛躍階段行列という状態でこう、まあ、一応止めておいてもですね、えー、まあ、頭の中で3分の1ししとけば一応 OK ですね。これがだから、ここがあの、0でない状態になったりすると、 つまり、ピボットの列が、基本ベクトル、もしくは基本ベクトルのスカラー場でないような状態ですと、これは、あの、方程式に直してからすぐ解くことはできません。はい。え以上で、連立一致方程式の、まあ、解法の例を一つ終わりました。